はい。皆さん、こんにちは。ワネルルイジです。では、今回は、新しくですね、インペラトルローマ。今、画面映ってるこちらの方、プレイの方をしていきたいと思います。で、画面の右下に、パラドックス社のね、ロゴが出てるように、こちらは、パラドゲーの最新作。しかも完全新作になっているんだと思うんですけども、シミュレーションゲームになりません。で、正直言ってほぼというか完全に初見プレイになります。チュートリアルをね、少しだけ進めた程度になるんですけども、おそらく、皆さんもね、まだ始めたばかりとか、まだ見たことないよとか、そういう方もね、中には多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いまして、今回はですね、まずチュートリアルを一緒に、皆さんとサクサクっとプレイをしてですね、こんな、プレイフィールなんだねっていうのを、確認して、いきたいなというふうに思っています。なので、まずはシングルプレイからチュートリアル、こちらを選んでいきます。パラドゲーはこれまで、それこそね、ユニバーサルから、最近だとハーツオブアイアンを、あとはステラリスはじめね、一通りプレイをしてきてはいるんですけども、もうこの完全新作になっているインスペリアルローマに関しては、やっぱりね、パラドゲーっぽいテイスト、雰囲気、もちろんありつつ、古代ローマっていうね、僕としてはちょっとあまり、詳しくないというか、精通していない時代、時期の内容になっているので、ややね、困惑する部分もあるんですけども、そこはチュートリアルで完全にカバーされているので、チュートリアルをね、プレイすれば基本的に、一通りのプレイができるんじゃないかなというふうな印象をここまで受けています。では早速ね、画面の方、チュートリアルの方始まりましたので、まずはこちらを、進めていきたいと思います。チュートリアルへようこそということで、画面の左に並んだ、こちらにね、いくつか目標が十数個出てるかと思うんですけども、こちらの内容を、順々に、クリア達成していくと、基本的なゲームの操作、進め方、そういったものが、勉強できます、学べますというふうな内容になっています。まず、元老院とローマの市民ということで、20年以上にわたって初期のローマ共和国は南方のサムニム人との厳しい戦役を戦ってきた。ほにゃ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 というようなことが書かれています。で、この後ですね、具体的に政治、経済、軍事と、主な3つの分野に関してのチュートリアルが進むんですけども、目標としては、国を大きくする。で、ローマでチュートリアルはプレイをしていくので、このローマ時代を大きくしていくというようなことになります。では、スタートになりますね、具体的に。チュートリアルではあなたにローマをプレイしてもらいます。現在の日付は画面の右上にありますということで、右上に目を移してみると、おそらく10月1日、450年の10月1日ということだと思います。で、一番上のバー、ここに、資源が並んでいますということなので、まずね、資源から確認していきましょう。左上、財貨、いわゆる、財源に当たる部分だと思うんですけども、税金、交易というのが収益で、維持費と書かれているものに賃金を足したものが、おそらく支出という内容なんじゃないかなと思います。で、続いて人的資源、これ、ポップなんて出ているのを見ると、まさにパラドゲっぽいニュアンス、表現になっているのかなと思うんですが、人的資源ですね。最近のハーツオブアイアン4だとアメリカ軍プレイをしてね、人的資源の枯渇に散々苦しめられたというのがあったかなと思うんですが、それに相当する人的資源というところ。で、続いて軍事力ですね。これはもう少しこの後チュートリアルの中で詳しく出てくるんですが、軍事力、何か研究したりするときに、使っていく軍事力という、数字になります。で、続いて、
統治力、これもね、700という数字が出てるんですが、これも研究とか、そういったもので使っていく数字になります。で、基本がプラス2、アイデアと政府の1でプラス1、さらに失政官ボーナスでプラス4という形で、まあ、プラス7、毎月増えていきますと。で、今、700という値入っているんですけども、それに対してね、プラス7働いていくという内容になっているのかなと思います。続いて、弁舌力ですね。弁舌力はローマにおける、ディグニティアスの概念を表しています。ちょっとディグニティアスって言われてもピンとこないんですけども、概して名声、カリスマ、地位を示していますと。国における重要な決定を行うために使うと。ここでこの700という数字もね、また使っていく項目になります。で、続いて信仰力ですね。こちらもローマの美徳ピエタとしても知られている、ピエタと言われてもね、というのはあるんですが、宗教的権力はその国の献身とか、そういったものを表していて、宗教的行動を行うときに、こちらの700という今の数字を使っていくということになります。で、続いて安定度ですね。安定度、今はプラス1なんですが、幅としてはマイナス3からプラス3ということになっていますね。で、0になってますけども、侵略的拡大。で、こちらの内容がね、チュートリアルを見ても、いまいちピンとこなかったんですが、侵略的拡大、今0っていうこの数字は、他国があなたをどう見ているかを示しています。あなたが大きな侵略的拡大の値を持っている場合、つまり数字が大きい場合、あなたを自国の利益に関していると考えている国々は、外交への関心が薄れ、あなたの利益に反する行動に出るかもしれません。つまり、これは小さい方がいいのかなって読み取れる数字に思います。これは、もしご存知の方いらっしゃれば教えていただきたいなというところと、自分でもね、ちょっと調べて、勉強はしていきたいというふうに思います。で、続いて圧政ですね。今これゼロになってますが、まあ、もちろんね、圧政のレベルが高すぎると何か良くないイベントとか、そういったものが起きるんじゃないのかなというのが、まあ、推察される内容になります。これが画面一番上のバーと呼ばれているところの内容になるんだと思います。では、ここから先ですね。目標があるんですが、その前に、いくつかのアイコンが出てるので、このアイコンの中身さらっとだけ見ていきましょう。まず国家ですね。今、ローマプレイして選んでチュートリアルやってねと出てたと思うんですけども、ローマという国は今、貴族共和制を採用しているというところになります。で、持っている州としては全部で5つの州がありますということで、それぞれに対して総督がいて、ポップ、まあ、人口があって、自由民がいて、部族民の数があって、奴隷の数も出てきますと。で、あとは交易路の数ですね。今だと、まあ、交易路全部でおそらく3つ国としてはあるということなんですかね。2分の1、1分の0ということなので、合計3分の1、あと2本交易路が空いてるよっていうことなんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、続いて政府ですね。で、ここは監察官から G まで、全部で8つプラス執政官ということで、各々任命が可能な内容になっていると思います。あと、元老院内の派閥というのもあって、今オール20なんですけども、これも何かしらで変動が、まあ、おそらく起きていくんじゃないかなと思います。これ今よく見たら、ちょっと成宮君をだいぶ老けさせて色黒にした感じの執政官になってますね、彼。で、執政官選ぶとですね、まあ、執政官に限らず、まあ、人を選ぶと、一応ですね、各々のパラメータが見れて、軍事がほにゃらら、知略がほにゃららというような形で数字が出てきます。で、宗教が何なのか、ローマン何な文化が何なのかとかっていうのも、各人材ごとに設定されている49歳の統治者です。49歳でこの見た目はどうなんだろうね。僕は今36歳になってまして、まあ、やや若めに見られる感じです。まあ、それがいいかどうかは別にして、これ49歳にするとちょっと若く見えるような、どうなんでしょうね。この中で言うと、だってこの G とかも完全におっさん化が進みきってますよね。あとはこの最高審議官。まあ、若ければ若い方といいというものでもないと思うんですよね。で、続いて、
軍事ですね。これ、系統が分かれていて、一番左、真ん中、右で、縦に、進んでいく感じです。例えば一番右のプリンキペスっていうのを選んだ場合、重砲兵の規律がボーナスとしてプラス 10% で、この次選べるのが、このマーチオブザイーグルスということで、陸軍の士気がプラス 10% ということで、条件としてまずプリンキペスを採用する必要がありますと書かれているように、まあ、段階を追って選んでいくので、一番下からいきなり選ぶっていうことができないようになっています。で、今の軍事力を統計を表示で見ることができると、サジタリー、まあおそらく弓兵に相当するものだと思うんですが、サジタリーが5師団で5000で、あとはプリンキペスが5師団で5000、まあ普通上の歩兵だと思うんですけどね、見た目は。で、アウクリシア、これ騎兵だと思います、通常の。これが5000で、ウェリテスが今0。このウェリテスっていうのが、足軽に相当するものなんじゃないかなというふうに、想定しています。で、最後船が今4つ持ってますと、4隻ありますという内容が見て取れます。で、続いて技術なんですけども、この技術のところがですね、今700という数字を持っているので、この700っていう数字を使って、うまく進展させていくということになるんだと思うんですけども、やっぱりね、ゲーム上必要になってくるのはお金と軍事力なんで、まずはここは税収を上げるために税収プラス 5% 入るものを選びましょう、早速。で、これをするには100使いますということなので、月桂樹の100を使うと、今700あったものが600に減って、代わりに全ての州の税収がプラス 5% 入りましたというようなポップアップメニューが出てきたということになると思います。で、さらに単位の標準化をやると、国家の商業収入がプラス 5% 入りますということで、これもプラス、100のコストを払っているので、月桂樹のところが500に減ったということになります。じゃあ続いてですね、財政です。で、さっき税収のところね、プラス 5%、 商業収入のところプラス 5% とそれぞれ入れたと思うんですけども、税金がそれぞれ、公益がそれぞれいくらっていうのが出ていて、税を安くするのか高くするのか、こういったところが選べますと。で、あとですね、支出のところでは、陸軍の支出、海軍の支出、要塞の維持費、で賃金というものがそれぞれね、小中大ということで選べるようになっています。で、あともう一つ、通貨の変換ということで、お金を払ってさっきの、ポイントというか数字を買うこともできるという内容が財政になっていますね。続いて宗教なんですけども、宗教のところでは、啓示として、今4つ出てると思うんですけども、この中から選ぶことができますということになっています。で、一旦チュートリアルの目標のところで見ると、一番最初にあるのが、ローマの安定で、これ見ると安定度を2にせよ。で、先ほどご覧いただいた通り、安定度今1なので、これを高めるには宗教画面を開いて、神への生贄をクリックと。いうことなので、せっかくなので、ね、宗教の画面を開いて神への生贄を行いましょう。これを行うと安定度が1から2に今増えたと思います。で、その他掲示が選べるので、どれを選ぶかということなんですけども、規律が上がるもの、侵略的拡大の変動がマイナス 0.05、 さっきね、これ数字小さい方がいいのかなって言ってたところだと思うんですけど、今は0なんで、これをやる必要はないのかなというところですね。あとはアポローンの祝福に始まり、最後ケレスの祝福まで全部で8つ選べるんですけど、結構ね、数字が大きいんですよね。で、個人的には、メリクリウスの祝福、こちらですね、国家商業収入がプラス 22.4、 さっき、ポイント100使って 5% 上げたんですけども、これ掲示使うと 22.4% ということで4倍以上の効果が得られると。で、同じことがプルートの祝福でも言えます。これ全ての州の税がプラス 22.4% なんで、だいぶお金がガーンと増えてくるんで、どっちかにしようかなと思っています。で、あともう一つ気になっているのがミネルバの祝福で、これ研究ポイントが上がるっていうのがあって、研究ポイントも、消費をして研究を使っていくので、この3つのどれかと
というところで、一旦ね、目先の金が欲しいので、プルートの祝福を選んでいきましょう。で、プルートの祝福が、455年、つまり5年先まで受けられるということになっています。これが宗教画面ですね。続いて、外交画面ですね。で、外交画面のところですね、例えば、この後、チュートリアルのところで出てくるものとして、この国、シポナチウムで合ってるのかな？ちょっと読み方が微妙だと思うんですけども、関係改善してくださいねということで、評価を100にしなさいというのが出ていますので、この国との外交をしながら、ちょっと実際の、動きというか、できる内容を見ていっちゃいましょう。でずーっと言って、シポナチウムで合ってるのかな読み方。間違ってたらごめんなさい。教えてください。こちらの国になると思います。今、マイナス30となっているこちらの国なんですけども、これをね、なんとかして、プラス100にしなさいということなんで、何ができるかというと、同盟行動。で、まずは、これをやろうとすると、まず肯定的50必要ですと言われているので、今マイナス30なんで、まあちょっと難しいかなということですね。で、あと通行行動があって、影響行動。まあこういうことができますね、という話だと思います。で、今回はプラス100にどうやったらできるのかわからないんですけども、まずはプラス50まで向上しましょうということなので、まず評価の改善を行いましょう。で、100にしなきゃいけないと言われているので、100にするには全然足りないんですよね。なので、なんとか、これをね、100に引き上げていくということをやっていきたいと思います。これ時間がかかるので最初にやっちゃいました。外交画面です。で、決断ということで、これ、おそらく政治の部分だと思います。今だと国家が、貴族共和制になってるんですけども、これを、まあ、どういうふうに変えていくのかというところになるのかなと思いますね。まあ、どれが一番いいのかっていうのは今のところわからないんですけど、最終的にできればね、この独裁宣言を行って、この私が、このローマ、ヨーロッパ大陸の独裁者として君臨してハーレム国家を作ろうというのを一応目標にしてますが、今はいじらないでおきましょう。で、続いて、交易ですね。で、交易のところもですね、実はこの後、チュートリアルのところで、このラティウムで合ってるのかな？ラティウムに魚を輸入するという項目がありますので、これを実際に操作して、中身をね、見ていきたいと思うんですけども、まず交易を選んだ場合、今、輸出しているもの、織物があって、首都で余剰しているものとしては、葡萄酒、鉄材、穀物が余っていますというところなんで、まあ、これらを売りに出すことができるものなんだと思います。では、早速、首都ローマを選びましょう。で、ローマを選んで、ローマがここですね。ローマを選んで、交易路、今2分の1になっているので、この2分の1の1つを使って、海産物ですね。これを選び、ラティウム。どっかにあるかな？中身をちょっと探していきます。見当たらない。見当たらないぞ。ローマを選び、ちょっともう一回ローマ選び、今、軍を選択しちゃった状態ですね。ローマを選んで、これがローマです。交易路を使って、海産物、まあ、魚と言われていたので、これを選び、ラティウムがどこにあるか。ラティウムがちょっと見当たらない。先ほど確認しているので、ちょっと後でもう一度見直しましょう。ラティウムを交易路として選択して選んでいくと
というのがこちらの目標達成の中に入っているので、これをちょっとね見ていきたいと思います。じゃあ続いて人物画面見ましょう。で、人物画面はね、今我が国にいる人材が一通り全部出てきます。で、項目としてはね、政治力から軍事力からそれぞれパラメータが設けられているので、まあ、適材適所をやんなきゃいけないんだと思うんですが、どうしてもこうねスペルでカタカナで書かれると覚えられないという頭の悪さを露呈してしまうんですが、まあ、ここはしっかり見ていきたいなというところだと、一問だけを表示することもできるというタグが表示されています。で、最後、傭兵ですね。傭兵がどこにどんだけいるかっていうのがここで確認できます。例えば、ローマだったら、弓が6000、歩兵が、重歩兵ですかね、6000。あと騎兵が2000今いますよということなんで、もちろんお金がかかるんじゃないかなと思います。で、その右側がおそらくポップアップですね。今できる内容でまだ何もしていないもの、警告とかが表示されるんじゃないかなと思います。じゃあここまで一通り見ましたので、ではチュートリアルね、クリアしたものから中身確認していきましょう。まずはローマの安定、これ宗教。画面を開いて神々の生贄を行った成果ですね。で、ボーナス、まあおまけでプラス1してくれたので安定度が3に変わりましたという表記になっています。で、計上を受ける、これもね、先ほど税収をプラス 22.4% 上げたものですね。これでだいぶお金が潤うんじゃないかなと。あと発明も行いましたということで、3つ終わりました。じゃあ続いて上から30代代からなる軍を持つというのが出てますので、早速じゃあこれやっていきましょう。で、軍を新しく創設というか作るというか増強するには、マクロビルダーを使用するか、大隊の雇用をするか、ユニットの雇用ボタンをクリックするということなんで、まあ、マクロビルダーってなんだっていう話だと思うんですけど、こちらがマクロビルダーです。で、マクロビルダーを選んで大隊の雇用を選ぶと各陛下が出てくるので、例えばこの弓兵サジタリを選んでですね、このローマ、ここをクリックするとこのローマがに対して、弓兵が雇われるということになります。なので今、軍事力としてどれくらい持ってるかっていうのをもう一度確認しましょう。今ローマ正規兵1万5000いて、弓兵1000を今雇った状態、まだこれ多分入ってないと思います。この後ね、時間とともに増えていく値だと思うんですけども、あと15大隊雇えば目標としている30大隊が達成できるので、サジタリーをさらに増やしていきましょう。ローマに2、3、4、5大隊、これで5000の大隊を追加しました。続いて重騎兵ですね、重歩兵、これも5増やしていきましょう。で、最後軽騎兵、足軽的なものかな、軽歩兵も増やしていきます。これで最終的に30大隊結成されると思います。じゃあ次の内容見ましょう。次、船を12隻保有と、これもマクロビルダーからできました。船を選んで、港があるところじゃないとできないんですが、今4つ持っていたと思うので、あと8隻作りましょう。これで、全部でね12隻になるんじゃないかなと思います。じゃあさらに続けてですね、訓練所を8つ各州に配置してくださいということなので、これもマクロビルダーからやりましょう。マクロビルダーを選んで建築から訓練所です。これもね8箇所適当に選びましょう。ローマ、まあ敵との国境沿いがいいんじゃないかなと勝手に思ってます。結局訓練所って明らかに軍事系の強化ユニットになるんじゃないかなと思うので、ここはしっかりと国境近くに配置して、
軍をね、強くしたいというふうに思ってます。まあ、これが、軍のある場所がいいのか、国境がいいのか、正直今分かってないんですけども、まあ、もしね、やっぱり軍のあるその場所、例えば今ローマで30大隊雇おうとしてるんで、ローマに訓練場をいっぱい作った方が当然いいよねって、おそらくなるんじゃないかなと思いますが、まあ、一旦ここはね、チュートリアルの内容クリアということで進めていきます。で、イベントが起きた場合はこんな形で、ポップアップで出てきます。で、選択肢が出てくる場合には選択肢によって、得られる効果、受ける恩恵、あるいは、マイナス補正などが出てくるということになりますね。まあ、これは、透明性うんぬんかんぬんという話でいける方なんですけども、どっちでもいいかなとは思うので、一旦ここは上の方にしておきましょう。で、チュートリアルの方に戻ります。で、訓練所まで来ましたね。やっぱりここなんだよね。ラティウムに魚を輸入する。これもう一回交易路を確認していきましょうか。ローマを選んで交易路。で、海産物。魚。で、ラティウム。これがちょっと出てこないんだよね。ラティウム時代がちょっと出てこないんで。ちょっと中身確認しながら、探します。このまま進めます。ちょっとお待ちください。では、ここでラティウムに魚を輸入していきましょう。で、どこから輸入するかっていうところを選ぶ画面でしたね。これだとどうなんだろうな。例えば、エンポリアから輸入する場合には25のポイントを使いますと。一通り見てみると全部25なので、まあ、とりあえず一番上のエンポリアから輸入しちゃいましょう。で、達成が2つされましたということになります。あとは軍事系が何個か残ってますね。30大隊に関しては今22大隊。ちょうど今23大隊に増えましたけども、こういう形です。で、船も今建造中というところで残っているのが制服系になりますね。ただ、ちょっと傭兵、雇えるなら雇っておきたいな。雇用しよう。傭兵を雇ったので、この傭兵も使える部材として一気に3万7000まで増えましたね。さらに、今雇っちゃった人たちはいるので、これの雇い待ちも行います。で、それとは別にですね、制服系でいうとサビニを制服するということで、じゃあサビニってどこって見るとグリーンでハイライトされてますけど、ここですね。ここに対して制服を行いますと。で、制服をするためには外交画面を開いて、宣戦布告を行ってくださいと出てますので、宣戦布告を行っていきましょう。サビナに対して、宣戦布告。早速、先ほどの軍を動かしましょう。3万8000まで膨れているこの軍。
これで戦闘が起きます。ちょっとね、画面大きくしていきます。なんかちょっと BGM が乱れてますか、今。もしかしたらちょっとお聞き苦しい BGM が流れてしまってるかもしれませんが、今戦争が起きましたということで戦闘に勝利。我々2万4000のうち180、今178人が、戦死。一方、5000を撃破したという内容が出てます。で、残りのね、敵兵も5000。マップの右側にいるので、これも撃破していきましょう。あとですね、ちょっと一旦時間止めますが、交易路ですね、交易路。国家のところで交易路があって、アプーリアに関しては、アプーリアはどこにある、アプーリアは交易路として使えるよということなんで、穀物を輸入していきましょう。いや、穀物なのか、軍事の方がいいよな。どうしようかな。こういったものを一応使っていきましょう、しっかり。で、交易路は全部使いましたよ。いやー、違う、ローマ。もう一個使えるようになっている。さて、何を、じゃあ、輸入する？さて、どうしよう。研究ポイントが上がるガラス。国家分米。いや、研究ポイント欲しいよ。研究ポイントのガラスを輸入しよう。いやー、ガラスはむしろ無理か。家畜、昇格コストがどうのこうのとかはいいからな。要塞防衛、警報兵の防御、いいね。警報兵の防御にしよう。これで一応攻撃路は全部使ってる状態になったと思います。で、指揮官が不在、指揮官を任命する。戦闘力の高い人間がいいからな。私自身がその任を担おうではないか。で、あとは軽視された一問と発明ですね。発明できるならしていこう。国内の部族民の産出がプラス 5%、まあ、経済系はやっぱ中心にやっていった方がいいのかな。兄弟のちぎり、植物学。さあ、どれ選ぶ？まあ普通に考えたらやっぱり部族の保護地で経済系を中心に全部入れちゃいましょう。まあ発明はまだまだお金というかコストがあるので、後々考えるとして、外交ですね。サブリナに対して和平を結んで全てを割譲させる。ん？まだまだ、勝利ポイントが足りない？足りないね。では、このまま時間を進めていきましょう。サブリナに他敵兵がいるところがあれば、どかどかと荒らしていきましょう。では時間をまた進めていきます。この軍を動かしてるときにちょっと BGM が乱れてる感じがちょっとしますね。
で、外交で勝利ポイントを確認しながら和平交渉に臨みましょう。まだ足りないね。ちょっとこの BGM の乱れに関しては設定とか見直して確認しておきたいと思います。生贄を捧げておく？なんか全然安定度が下がってしまったので、こんな感じでね、戦争は行われていきます。まあ、数と歩兵との、兵科とのバランスというか適性というか、そういったものが影響してくるんじゃないかなと思います。戦争においては。割譲が一つ選べるようになりましたね。ただこれコスト払ってでもね、全てを割譲させないと目標達成にはならない可能性があるので、もうちょっと我慢していきます。で、その他のね、チュートリアルの内容とか見ておくと、他全部、おっと、船の保有がまだできていない？もしかしたら数が足りなかったのかな？軍事画面を確認していきましょう。船の数、11隻だな。もう1隻必要でしたね。数を数え間違えてしまったようなので、船をもう1隻作りましょう。これで完成すれば、チュートリアルの項目の1つが達成できると思います。さあ、どうだ？戦争が起きてくれれば、そこでまた勝利点を稼げるんですが、外交を見ていきます。和平交渉いけるね。これで OK を押すと、すべての州を割譲させたというところになります。一旦時間止めます。で、サビナのエリート層に対してですね、長きに渡った征服の後、ついにサブリナの軍を打ち破り、領地を蹂躙することができた。首都略奪する間、サビナの士族評議会で重い地位を占めていた重要人物を数多く囚人として捕らえた。ほう。途中、連中は今や牢獄で幽閉されており、我らが課す宿命を待ち構えているということで、敵に情けはかけない。はあ。処刑するということだ。どうなんだろうね。人気プラス5を得る。処刑することによって。続いて、剣を課せ、エリート階級を追放。これで、侵略的拡大が今2.80になったものが0.50下がりますと。で、連中のリーダーを動く。残りのものは消す。で、人気3が減りますと。重要な一族を審判にかける。まあ、ここは剣を貸せ、エリート階級追放だな。さあ、これで、チュートリアル見ると、サビニを征服するという内容が完了しましたということになります。で、その他のを見ていくと、あとはね、ホニャララを滅ぼす、ホニャララを征服する、まあそういった内容になっているので、同じ要領で、攻略を進めていくということになるんだと思います。というところで、チュートリアル一通り見ていただきました。いかがでしたでしょうか？次回はですね、正規プレイを行っていきたいと思いますので、今後ね、このインスペリアルローマの方も、応援していただければ嬉しいなというふうに思います。
では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。